イエクムソアークできたと思います。今日はですねアークの中で採取をめちゃくちゃ便利にしてくれる有能モッドを解説していきたいと思います。なんと合計ダウンロード数も世界ランキング9位となっておりますので、めちゃくちゃ有能なモッドというところで、早速本日もくじいってみましょう。1つ目ソロファームモッド、2つ目モッドの解説で、最後にまとめという形でやっていきたいと思います。でまずね、一応モッド1覧からいつもみたいにモッドこれですよっていう形でみんなと共有していきたいと思うんだけど、まあ、あのモッドのね、世界中の合計インストール数のランキングトップ10っていう動画でも紹介したんだけど、あのトップ10に入っていまして、あの8番目に多くインストールされた、モッドになってます。あ、ごめん、9番目か。でインストール数は 2.6M なんで260万ダウンロードされているというめちゃくちゃすごい数で、このモッドを、まあ、とりあえずインストールしてもらって、非公式サーバーとかあとはローカルとか自分なりの環境に落としてもらうっていうところがまずスタートなんですけど、でまずざっくりね、解説に入る前にどんなモッドっていう話なんですけど、まあ、例えばステゴサウルスとかでこうやって採取するといろいろさ取れるじゃん、左下の方にささっき書いてあったみたいな感じで。でここの採取した際に、例えばよくあるんだけどステゴサウルスで採取したけど麻酔薬作りたいからナルコベリーだけインベントリーの中には入れといてほしいなってなった時に、そういう設定ができるんだよね。ナルコベリー以外を採取しても捨てるみたいな、自動的にっていうような仕組みになってるんですね。なので自分で恐竜の採取する素材っていうのを、これは拾ったらっていうか採取したら自動的に捨ててこれだけ残すみたいな操作ができるんですねっていうのがめちゃくちゃ有能で便利なんですよっていう形で、これを実際どうやるかモッド解説というメインテーマでやっていきたいと思います。でまず、まあ、自分の環境ね、サーバーなり、まあ、ローカルなりこのモッドをインストールしたら、まずはエングラムなんですけど2つ増えます。この、ソロファームリモートっていうコントローラーみたいなやつですね、これ C4 の起爆スイッチみたいなやつなんだけど、絵はね。でもう1個がディノーファームモードアンエーブラーってやつですね。でこの2つなんですが、まあ、まず大事なのはコスパがめちゃくちゃいいレベル1解放で、でコントローラーの方はわら1で、こっちのなんか雪投げてるみたいな感じのやつは石1で作れるのでめちゃくちゃ簡単に作れます。でまずはリモートの方ですね、このコントローラーの方の解説をしていった方がいいと思うので、これですねやっていきたいと思います。でまあ英語なんだけど、とりあえずね画像翻訳で日本語にしてるやつがあるので、まずはこれ装備してください。普通に装備します。装備すると、まあ、C4 の起爆スイッチみたいな感じでこんな感じでですね持ちます。ちょっと顔が邪魔なんであれなんですけど、どかすんですけど、こんな感じで持つって感じになってます。でこういった状態で使うというのがまず最初の段階です。で2つあってメインの使い方は、右クリックを PC だと押すとメニューが出てきます。これがソロファームモッドのメニューです。でこれ何のメニューかっていうと、今から選ぶんだけど、例えばなんですが、まあ、こういったベリーを選択すると、なんかその通行禁止みたいなマークになるじゃん。でこのマークは何かというと、この赤いマークが丸のマークがついたアイテムは素材は拾いませんっていうね、一回採取したら即座に捨てるみたいな挙動になるんだけど、この素材はインベントリー内に残しませんという形になるんですね。で例えば今選択したのはこの、ナルコベリーだけを取りたい場合、ベリーの種たちですね、これは。であとは各種ベリーを取らないよっていう風にやって、でこの状態で拾うとどうなるかっていうのをですねやっていきたいと思います。で、とりあえずですね操作方法としては、選んだらダンっていうのがあるんで、ダンで完了って感じです。で一旦完了にします、選んで。でですね、さっきのステゴサウルスにこの状態でですねちゃんとナルコベリーだけ取るのかっていうのを見ていきたいと思います。でちょっとね1箇所だけ難点があって、野菜がリストに入ってないのね
野菜がさリストに入ってないから野菜だけ取っちゃうんだけど、ちょっとそこはですね、なんていうかな、法の抜け穴みたいな感じになっております、はい。という感じで、ステゴサウルスとこのね、まずリモートを、ですね、リンクしていきたいと思うんですが、でさっきは右クリックでメニューを開いて選んだじゃん。で次は左クリックを押します、ステゴサウルスの近くで。そうするとステゴサウルスの名前の上に若干なんかいろいろ出るんだよね、ベリーのマークが。でこの今さ名前の上にアイコンが出てるやつをこのステゴサウルスは拾わないというか、拾ったら即座に捨てますっていう形です。でこっからが大事なんですけど、左下の、アイテムをさ素材採取したら左下の方になんか出るじゃん、あれをねちょっと注目してほしいんだけど、いきますよ、ほい。でこっからマイナスが入るんだよね。でマイナス入ったじゃん今っていう感じで、一応このソロファームモッドの挙動としては採取した後一旦採取するんだけど、そこからマイナスで削除したアイテムを全部捨てるみたいな感じで、さっきも言った通りちょっとなんか野菜だけはないからリストに取っちゃうんだけど、そんな感じになってます。でちなみにさっきはさベリーだけの選択肢をオンオフしたじゃん。なのでこの状態で普通にさこのサボテンとかをぶん殴ると、サボテンは別に普通にサボテンで残るんですね、こんな感じ、サボテンとかわらは残るっていう形になるので、選んでないやつは当然インベントリに残るよみたいな感じなので、挙動としては、PC であれなんだけど右クリックでメニューからこうやって選んで赤いね斜め線入った丸を選ぶと、そのアイテムは自動的に捨てるって形になるので、そうやってやっていくと。であとは一応ちゃんとプリセットがあるから、なんていうかな、この今選んでる状況のこの状態を保存していつでも呼び出せるんですね。セーブとロードができます。で、ここにセーブ12345って書いてあるんだけど、まずじゃあセーブ1っていう形を使おうと思うんだけど、今の草食恐竜のベリーのナルコだけ取るっていう設定をセーブ1にするじゃん。で押します。で今セーブ1を押したんで1番にセーブされました。で1回クリアって押すと全部ね設定が消えるんだけど、この状態でロード1を押すとさっきのベリーを取る設定がもう1回戻ってきます。こんな感じに戻ってきたよねっていうところになるので、そういう風にこのセーブ12345とロード12345、ここら辺の5パターンね残せていつでも呼び出せるんで、いい感じに使えるっていうところになってますね。なのでこれがベースの使い方、ソロファームモッドのっていう形になってます。で、さらになんだけど、一応これ以外にも、もう一個さエングラムあったじゃん。で、それ何かっていうと、このなんかわかんないけど雪合戦のってこうやって投げてるみたいなマークなんだけど、これなんだけど、これ何かっていうと、これ恐竜に使うんだけど、恐竜のインベントリーに入れて、消費するっていう形で使うんですけど、これ使ったらどうなるかっていうと、オプションサークルにこれソロファームというですね、今回のモッドの設定がオプションサークルからそのリモートのさっきのコントローラーあったじゃん、さっきのコントローラーを抜きにしてこのコントローラーなしの状態でオプションサークルから直接命令ができるっていう形のなんていうんですかね、やり方ができます。なので今さ持ってないじゃん、コントローラー持ってない状態で今持ってて、でこうやって片付けるじゃん。で今素手なんだけど、この状態でソロファームっていうところを押して、でオプションメニューを押すとさっきのメニューが出てくるという感じになってますね。なのでこうやって直接選ぶことができると。であとはねちょっとね英語なんで分かりづらいんでさっくり説明すると、まずポーズっていうのは何かっていうと、ポーズを1回押すとあれですね、このソロファームモッドの設定を一時的に無効にします。で、レジュームっていう設定になるので、もう1回レジュームっていうのを押すと次は設定がちゃんと再設定されて、その状態でベリーの採取をします。で次の選択肢に移るんだけど、これはスタートファームモードっていう形で、この設定されている一度設定されているこのモードをスタートさせるって感じで、次がストップリムービングなんだけど、これを押すと今のこのソロファームモッドの設定が1回消されるって感じで、スタートファームモードっていう1個前のやつを押すとさっきのが戻ってくるっていう感じになります。なので、そんな感じの間違えてなくちゃった、そういう感じのやり方ですね。なのでそのレジュームとポーズとあんまり変わんないっていう形なんだけど、この辺の3つはっていう感じですね。
で、あとはですね、あのスタートリムーブプライマティブルートっていうのがあるんだけど、これ何かっていうと、これ設定をオンオフする感じなんだよね。で、これそもそもね、実はあのメニューにある設定なんだよね。この設定をオンオフしてるかっていう話になってます。で、これ何かっていうと、装備品の取得をするかしないかって話。例えばアルファ種とか、あの肉食恐竜とかさ、倒すと、まあ、槍とかゲットするじゃん、まあ、何でもいいんだけど、ツールとかピッケルとか、そこら辺を取得するかしないかっていう話ですね。なので、その設定を、まあ、もちろんこのオプションのメニューからもできるし、オプションサークルの、まあ、ここからでも、なんていうんですかね、設定ができるっていう形で、スタートリムーブプライマティブルートで、ストップを押すと拾わなくなる、でスタートっていう状態 の、 あの選択肢を押すと拾うようになる装備品をっていう形ですね。で、あとはハイドリムーブアイコンっていう形 で、 これは名前の上 の、 あのアイコンが消えたりするっていう形ですね。斜め線入った赤い丸があると思うんだけど、名前の上にこれがこうやって、なんていうの、こうやって消えるっていう選択肢が今ポチポチしてるんだけど、単純にその上の選択肢を消すかって感じですね。で、最後にリムーブソロファームバフなんだけど、これはソロファームのバフを消すって感じで、消すんだけど、これ消すとどうなるかっていうと、このオプションサークルからさっきの設定の項目がなくなる。で、なくなったら最初に戻るよね。このなんか投げてるやつディのファームモードアンエイブラーをもう一回消費すると、それが復活するみたいな感じになってますので、まあ、バフをかけてこのソロファームのオプションサークルを入れるみたいな、そんな感じかなっていうようなやり方ですね。で、まあ、大体基本的な使い方はこんな感じなんだけど、さらにこのコントローラーの使い方をもうちょっと話をしていきたいと思うんだけど、1個めちゃくちゃ便利な機能があったんだけど、で、マウスで言うとなんか真ん中のこのくるくるの視界をこうやって変えるやつのところのボタンなんだけど、これを押すと固定できるんだよね、恐竜を。これどういうことかっていうと、一回じゃあこのドエディに対してこの固定ボタンを押しますね。固定しました。で、固定するとどうなるかっていうと、こうやって適当に離れて、あさっての方向を向いて、で設定をオンしても、ドエディクルスがその設定を反映する。ドエディのさ、名前の上見てみてよ、ベリーのマークついてんじゃん。さっきステゴにやった設定が、まあ、そのままなんていうの、反映されてる状態だったから、それを押したらこんな感じになると。通常だとちゃんとなんていうの、こうやってターゲットして押さないといけないんだけど、ターゲットというかその近くに来て目の前で捉えて、でなんていうの、こうやって適用しないといけないんだけど、一回固定させるとこうやってどこにいても、なんかあさっての方向を向いててもドエディをオンオフできるっていう感じになってます。これ結構便利なんで、まあいい感じかなと思います。で、もう一回同じボタンを押すと、マウスのくるくるのところのボタンを押すと解除されるんで、解除したらもうここで押しても何もなんないって感じですね。っていうところで、普通に近くに行って、なんていうかな、こうやって捉えて押すと、まあちゃんとこうやって効果は出るんだけどっていう感じですね。さっきまでだとこうやってあさって向いててもドエディのオンオフできたんだけど、できなくなったみたいな感じなんで、このなんていうんですかね、この固定ボタンは結構便利かなというふうには思ったりしますね。で、あとはその R ボタンがクリーチャーの攻撃を繰り返すっていうのがあるんだけど、ちょっとこれ分かんなくて、なんかいろいろ試してみたんだけど、なんかね、効果がよく分かんなかった。自動で攻撃してくれるかなって勝手に思ったんだけど、なんかそうでもないっぽいから、ちょっとよく分かんないかなっていう感じでした。もし知ってる方いたら教えていただければって感じです。で、最後に、オルト G を押すことによって、このソロファームモッドのなんていうんですかね、そのオプション画面というか、アドミンって書いてあるんで、その設定の裏側の画面っていうところが出てきます。まず上から追加の重量削減を無効にするっていう形で、これ多分おそらく重量オーバーになってもやり続けたりするのかな。で、もう一個が下がアンキロとドエディの通常攻撃を使用するっていう形で、おそらくこれは採取しなくなるっていうことなのかな。で、ちょっとここら辺に関してはね、ちょっと分かりづらくて、おそらくこの上から3つ目の体重制限を減収する、損守するみたいな感じっていうのは、まあおそらく重量オーバーになったら何もしなくなるとかになるんじゃないかな。で、あとは下の一番下のファームモードでスタミナを使用する
っていうところで、ファームモードで攻撃した時にスタミナをなんか使用しないのかなっていうのを、まあちゃんとスタミナ使用するようになるみたいな、そんな感じだと思うんですけど、ちょっとですねここら辺は分かりづらくて、まあ、可能であればねちょっと英語詳しい人ここら辺ね教えていただければって感じで、一応日本語訳したんだけど、ちょっとね申し訳ないんだけど英語の能力不足でここら辺が厳密にこれがこうっていうのが分かりづらかったので、まあとにかく普通にねこのコントローラーを使って、まあ、ここの設定をしてプリセットをセーブロードしてで選択してで、まあ、こうやって適用させるっていうのが、まあ、ポイントかな、一番のっていう形になりますので、最後にそれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまとめとしてこうめちゃくちゃいい機能があって、なんとこれ後からもなんていうんだ使えるんだよね。後出しジャンキンができるんだけど、これどういうことかっていうと、まあ、例えばなんだけど今このドエディは砂と石持ってんじゃん。で、砂ちょっと邪魔だなって今なったとするじゃん。石だけ欲しいな。でそうなったら実はまあ、もちろん最初にやってもいいんだけど後のタイミングでも反映ができるんですよ。とりあえず砂をさマークしてで設定しようと思うんだけど、いきますよ。でこのドエディにその設定をオンにするじゃん。でこうやってインベントリ見とくと砂をこれ自動的に消すんすよ、捨てるんすよっていうのがあるんで、後から削除もできるんで、そのなんていうかな、毎回この採取のために設定をして設定がオンになったら採取するとかでもいいし、あとはちょっと後出しで今持ってるやつを整理したいなっていうのでやってもいいので、ここら辺とかはめっちゃ便利だなっていうふうに思いましたね。でまあ、あとはなんていうかプライムミートの その霜降りだけゲットするみたいなっていうのもできますし、通常の肉オフにしてねこんな感じでっていうやり方もありますし、なんか結構いろいろできるんだよね。で例えばアンキロだと、まあ、よくやるのが火打ち石を取らないようにするっていう設定にして、そうすると、まあ、基本的にはですね鉄鉱石しか取らなくなるっていう形になるので、まあ、そこら辺とかも結構便利だよねっていうような感じにはなるんだよね。なのでそういった、まあ、なんていうの使い方もあるかなっていう感じっていうところで、まあ、こうやって石しか残ってないよね今ね、まあ、ちょっと鉄鉱石はなかったから普通の石殴ったんだけどっていうやり方もあるから、鉄をね効率よく採取するみたいなっていう時にちょっと邪魔だなっていうのを消したりもできるし、非常にねこの機能が便利なんですよ、このソロファームモッド。なのでぜひねここら辺とかも使い勝手いいから使っていただければと。あとこれ見て、アンバーグリスがねちょっと邪魔な時あるじゃん、ジェネ2じゃないジェネ1で。なのでそういう時とかも使えるし、あとはジェムとかもねオフにできるから、アベレーションとかでちょっとジェムは今いらんわっていう時に使うのもいいかなって感じ。あとはこのなんだっけ、このエクスティンクションのこれ汚染された恐竜からのこれもオフとかにもできるから、かなり融通が効くんですよね。いろんなやり方ができるので、まあ、そこら辺でねぜひやっていただけると面白いんじゃないかなっていう感じですね。っていう感じなので、このソロファームモッドっていうのは素材を収集する際の選択が、取捨選択ができるっていうのは優秀だし、なんなら後出しで後から邪魔なやつを消してもらうっていうこともできるし、非常に有能なんで、まあ、ぜひねここら辺で使っていただけると、まあ、すごく幸せになるんじゃないかなというところで、今日はですねソロファームモッドっていうのを紹介してみましたので、ぜひ皆さんねこのソロファームモッドを使ってこのドエディのようにね馬車馬のようにね恐竜を働かせてみてはいかがかなというところで、今日はこの辺にしておきたいと思います。はいあとはねちょっとね英語がねどうしてもねベースの言語で、そっからね Google 翻訳とか画像翻訳で翻訳してみてるので、ちょっと説明がねここ英語が分かんなかったなっていうところがいくつかねマニアックな部分であったので、ぜひね英語詳しい方こういうニュアンスだよっていうのがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいなという形で、今日はこんな感じにしておきたいと思います。ではまああそこら辺が分かんなくても全然ねベースのメインの能力が普通にねフル活用できるから、ぜひねそんな感じで使っていただければいいんじゃないかなというところで、今日はこの辺にしておきたいと思います。で KTR ゲームではこんな感じでですねアークの動画 ASE の頃からいろんなね解説とかニュースとか生放送とかやってますので、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。